民主主義の出発の党大会で当初に選出された、エッペルマン・ライナー・エッペルマンは、ドイツの牧師、政治家。1990年に、ドイツ民主共和国最後の国防省を務めた。第二次世界大戦中に、ベルリンで生まれ、東ベルリンの廃墟の中で育つ。西ベルリンの高校に通っていたが、ベルリンの壁の建設により渋滞を余儀なくされた。屋根職人の土手を経て、 1962年から1965年まで石膏の職業訓練を受ける。1966年に宗教上の理由から国家人民軍での兵役と宣誓を拒否し8ヶ月の懲役刑を受けた。ベルリンの進学高等専門学校で進学を学び、1974年に卒業した。卒業後はベルリンフリードリヒスハインクで、 ベルリン・ブランデンブルク福音主義協会の牧師となる。反体制派として国家保安省の暗殺計画のリストに載ることもあった。1980年代は素行不良の若者相手の活動を行い、エッペルマンの行うブルースを使った説教には人々が詰めかけ伝説的なものとなっていた。反体制派の地下雑誌を発行し、1982年にはロベルト・ハーベマンと共に、 東西両陣営に対して軍縮を呼びかける声明を出している。1989年の東欧革命の際は民主主義の出発の設立メンバーとなるが、同党は代表であるボルフガングシュヌルがかつてシュタージの非公式協力者であった過去が発覚したため、1990年3月に行われた東ドイツ最初の自由選挙では得票が伸びなかったが、エッペルマン自身は当選している。 人民議会議員となったエッペルマンは、円卓会議にも参加し、ハンスモドロー内閣で無人諸長を、ロタールデメジエール内閣では軍縮及び、防衛担当省を務めた。民主主義の出発が8月に、ドイツキリスト教民主同盟と統合したため、エッペルマンはセディ党員となった。東西ドイツ再統一後は、ドイツキリスト教民主同盟党員となり、1990年の 統一ドイツ最初のドイツ連邦議会選挙で当選し、2005年に引退するまで議席を維持した。連邦議会では、旧東ドイツの歴史検証やドイツ、社会主義統一等の独裁に関する調査委員会の委員長を務めた。その他旧東ドイツの国家暴力に関する調査組織の名誉総裁などを務めている。ありがとうございます。